こんにちは、こんばんは、レイです。転職30社以上した男が、語る採用されるためのポイントということで話したいと思います。まあ、ですので今ね、仕事安定している方は見ない方がいいと思います。今転職考えている方、このコロナの不況で、仕事がなくなってしまった、これから求職活動します、それとずっとね転職活動してなかなか採用に至らないという困っている男女に送る動画になってます。まあ、これはやれというんではなくて、やった方がまあいいですよとおすすめの動画になりますので、転職30社ね、45歳までに30社以上転職しまして、普通だったらそんな採用されないですよね。なんでじゃあ採用されるのかというね、もう誰でもできる、誰でも簡単にできることを話そうと思います。特に自分は特殊な資格持ってません。国家資格持ってるのは運転免許だけですそれだけ。あとはね、フォークリフトの免許と、まあ、医療事務の免許だけで何にも役に立ちません。医療事務フォークリフトは絶対に持ってた方がいいと思います。これは工場関係、物流関係、運送業持ってるに越したことはない。これで持ってるだけでだいぶ強いですね。まあそういうだけではなくて、じゃあ何が大事かと言ったら、面接で一番大事なこと、皆さんが多分やってない、今ね不採用続きの方はやってないかもしれないんで、ぜひね言ってください。簡単に言いますと、セルフプロデュースです。自分がこの会社に入ったら、こういうメリットがあると。だって、そうですね。企業もこの人を採用して何のメリットがあるかなと考えるわけですよ。だから、この募集された仕事ができるというのは、みんなが最低条件なんですね。だから応募者が全員同じレベルで来るわけですよ。ここからが、この月が差が、出るんじゃないかなと自分はね思ってるんですね。俺が今までやってきたこと、セルフプロデュース、この部署の募集なんだけど、こういう経験もあって、ああいう経験もあるんで、他の部署でも忙しい時手伝いますよ。例えば部署移動、この仕事がもし合わなくても自分は移動でそっちの仕事もできますよということを、ね、言ってます。これで大体の採用者の方が目の色がちょっと変わりますね。あ、こういうこともできるの、そんなことできるのというふうに言ってくれますね。まあ、これは転職経験が多いがゆえに、勝手に身についたことで、そこそこのレベルまで今までやってきた仕事ができるという自負はありますね。まあ面接でだってそれ証明しろったって難しいんだから、まあ自信持って言うしかないと。嘘はダメよ。嘘はダメだよ。で、実務経験ちゃんと積んでるんで、というのは、じゃあその30社、非正規も含めて、正規雇用。社員ですぐ短期辞めしたのもあるから。逆にそれは、自分からこの仕事っていうか、この会社はねえなということで、自分からリストラするという形をとってます。なぜなら無理にやって頑張ったところで、何もならないし、時間の無駄、そして心を、ね、負担になってしまって自分が壊れてしまう。壊れないように自分を身を守るために逃げるという、ね、それが必要になってきますので、まあ、やれとは言いません。頑張りたい人は頑張ればいいんですねもう自由に頑張っていただいて、自分はそんなに根性ないので、ね、身を粉にして、犠牲に自分の命を削ってまで働こうとは思いませんので、まあ、ドライに考えているというところですかね。仕事は仕事、私生活は私生活という形ですね。で、セルフプロデュースというのは、まずやっぱり今まで皆さん転職何回かされていると思うんですけど、その先々で言われた仕事、頼まれた仕事というのを、やっぱりクオリティの高い仕事として常に返すようにしていると、そこの技術が身につくんですね。知らないうち、あと知識というのも入ってくる。それをだから当たり前のように自分は意識し、普通にやってたって、意識というより人よりもなんかいい仕事しようとか心がけようとか
あれこうやってみよう、ああやってみよう、まあ、チャレンジもするという、ミスはいいんです、失敗は恐れたら前進はないと、進展がないとは思ってるんで、ミスはとりあえずね、多大な迷惑かけるようなことさえやんなければいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ命取られるわけじゃないんでね。で一切先方から、相手の会社から来るなとか辞めてくれとか言われたことも一切ありませんので、それはちゃんとそういうクオリティの高い仕事を全部返してあげてるんで、そして逆に自分が見切っているという形をとっているというところですね。あとはその管理職経験もあるんで、そちらの目線も分かるし、今ペーペーだもんね、ペーペーの視線とかね、派遣会社で働いてることもあったんで、派遣社員という底辺のな状況からの目線も知ってるし、アルバイトもやってた、無職もやってるから、全部の目線が分かるんですね。だから多分そこの辺で人よりかはしぶとく生きようというね、生きていこう、まあ言い方悪いとずる賢く生きていくという術は身についているのかなと、だから仕事面と金で困ったっていうから、もう首が回らないとか、なんか車をなんかね、もうクソボロい中古車で安くとかっていう風にしようとか、そういうランクダウンみたいなことはないですね。だから意図的に貯金するためにそれをなんか安い車を買うとかなら分かるんだけど、そうじゃなくて生活費が回らないとか、お金が回らないからやめていこうとかで、そういう削りは、そういう生活は一切ないんで、なぜならすぐに働けるからですね。次の仕事がすぐ決まるという形です。それは何でかって言ったら、そのセルフプロデュースっていうところになりますので、やらないよりはやった方がいいと思います。アピールですね、アピール、簡単に言えば、ここだけの仕事じゃなくて他のところもできますよ、こんなこともできます、あんなこともできますって言ったら、すごい興味惹かれるんですね。で、まあ、派遣会社の労務管理で採用業務も自分やってましたので、やっぱりそういうこと言われると、あ、これもできる、じゃあこっちがダメだったらこっち使えるなとか、結局雇われるということはもうほぼ奴隷なんですよ。奴隷職としてのなんかね、プロじゃないですけど、プロ奴隷みたいな形になんないと、本当にだって世の中は雇う側と雇われる側の2つしかないんですよ。あとはだから自分でやってる人は雇う側です。1人でやってる方もね、経営者ですから、もう2種類しかこの世の中にはねいない。これはその派遣会社の所長さんが言ってた、よく俺に言ってた言葉で、だから人のために仕事をね斡旋しようとか思って入ったわけですよ、夢と希望を持ってね。いや、そうじゃなくて、お前自身が潤うようにこの人たちを使ってマージンをピンハネして利益を生むと、生ませろということ で、世の中はそういった雇う側と雇う、雇われる側しかねえんだという、その図式をよく理解しろというふうにね、口うるさく言われましてね、ありがたいことに今でも脳裏にねこびりついてますね。非常にちょっと悪い教えですけども、だから、ね、雇われる側になる、奴隷になるにしても、奴隷のままじゃ嫌じゃないですか。奴隷だって生きる価値を見出すことは、見出したっていいじゃないっていう、好きに生きたっていいじゃないか、だって人間だもんっていうね、ところになりますんで、だから同じ生きるなら無駄に生きるのか、仕方なく生きるっていうのはなんかもったいないんで、なんか楽しくね、少しでも楽しくなんかやれたらいいなというふうな、まあ楽しさの探求心という部分ではね、まあ人よりもなんかアンテナはね張ってるのかなって、そういう遊びの面はね、まあ仕事のアンテナがねあんまり張ってないからね、うだつが上がってないんだけど、まあそれはいいよ。まあ、だから今ね困ってる人に関してはぜひね、やんないよりかはやった方がいいですよと、おすすめで、あくまでもおすすめですね、本当におすすめ。苦しむんだったらそういうことやった方がいいと、恥ずかしくったっていいんですよ、口下手だっていいんですよ、一生懸命説明すれば相手にね伝わりますんで、ぜひ頑張って
見てください。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。